皆さんおはようございます。今朝ですね。めちゃめちゃ眠たい。マジで僕今半目状態なんですよ本当に今眠たくて、今日過去一頭が回ってない状態かもしんない。なんで絶対いつもと違うと思うけど、そこんとこご了承ください。そして最近面白い DM をもらったんだよね。その内容がさ、友達にピオキングの動画をおすすめしたら精神的に病んでるって言われましたって来たんだよねこの DM でもう確信した。僕の動画を好んで見てる人って精神的にどうかしてんじゃないのかって絶対そうだよ。みんな僕のこと頭おかしいとか言ってるけど、人のこと言えないからね。なんで僕は今後皆さんという言葉を改めたいと思います。ようこそ頭がおかしい視聴者さんたち。はい、どうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、イントロール We Trust ということで、私たちは騙しを信じるということでしょうか。ちょっと何言ってるかわかんない騙しを信用するってちょっと謎だよね。ただ僕はこう解釈しました。罠っぽい方が実は正解なんじゃないかなと。なんでこのコース、罠っぽい方にどんどん進んでいきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.24% で、声とか今大丈夫かな。朝起きたばっかりだからさ、いつもの 1.00 倍ぐらい汚い声なんだよね。なんで耳を不快にしてしまったら申し訳ありません。さあ最初にデカ記録あるけど、このデカ記録取ったら絶対下に落ちちゃうよね。ブロック壊して。でも最初信用するって言ってたもんね、わらっぽい方。なんでこっちを信用してみようか。開幕落ちる。もう信用しない。コース面からトロールだったんだね。なんでコース画面から戦いは始まってるんだよ。でもあと1回だけ信用してみようか。この四角の枠すげえ怪しいんだよね。何が出る。うん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 。パン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 。まだこんなもんじゃ僕の目は全然覚めないね。覚醒率で言えば 94% ぐらいだよ。もっと非常な罠をたくさん仕掛けてきてくれ。ここ左にいたらなんか来るんじゃないのか。大丈夫だ。いやー、なかなかうまかったね今の罠。もう僕負けでいいよ。負けだ負けだから、もう少し難易度を緩くしてくれないかどうせここもどっか罠に引っかかるんだろ。右に行ったらブロックが壊れるとかさ、なんもなんないか。じゃあここ怪しいからちょびちゃんで取ってみようか。これ実はさ、右にダッシュしたらいけるとかそんなことないか。あるわけねえだろ。何やってんだちゃんとせえ。もうちょっとちゃんとしないと視聴者さんから離れられるよ。で、ここにあっ、いや、ここに爆弾を置いたら下のブロック壊れないから、頼むこの豚野郎がなんでそうなったなんでそんな、さっきは引っかからんやったやんか。っていうか、そんなに隠しブロック設置すんな。そういや、僕たまにこんな言葉もらうんだけど、福岡に住んでるからさ、その福岡の言葉で喋りながら実況してくださいって。でもね、僕が住んでるとこって結構田舎だから博多弁じゃないんだよね。そして結構わかんない言葉が多いかもしれないけど、ちょっとそれでやってってみようか。 2,3 回やられるぐらいまでは。ここ上と下があるね。どっち行け。ボキーン。たださ、そういう言葉で喋ってったら言葉が砕けるかもしれんけど、そこだけ了承しよってね。じゃあここは2分の1。僕は50コインを信用すれば。頼む50コイン。あっちょいやないこれ。10コインはざまあないで。10コインもう立てつくんじゃねえぞ。あっ、ピエー、僕の悪い癖が出る。ここ下行ったらどうなるみたいな、こっち行ったらどんなものが待て、どっちでもよかったってことマジかよ。さっき2分の1を正解したと思って喜んだ僕の時間を返してくれ。じゃあここは P スイッチを踏まないで先に進めっていうことだったよね。デレデレじゃねえんだよ魚。こんな初歩的な罠に引っかかってしまった自分が恥ずかしいぜやるじゃん二段構えはさすがに想定してなかった。ここで1からの2、そして3は来るとか。3は来ないか。ここにも来るんじゃないのかよしよし。いや、なんかもう怪しくなってきたね。全てやっぱこのさ、1マスしかないところっていうのはめちゃめちゃ怪しい。ここは何もしないでいい。そうしたら上に連れてってくれる。多分ジャンプしたら隠しブロックがあったよ。今なんかオンオフが変わったね。ステイオン。そんなのわかるか。このドクロリフトに乗って待っておけっていうことだったよね。さっきオンオフが変わる音が聞こえたんだけど、それでなんか変わるんかな。なるほどね、下に行けるっていうことか。いやこれはうまいね、さすがに分かんなかった。さあ無事中間ポイント取りました。そして USD キノコもどっか行きました。なら僕はあの世へGO。さああの世から戻ってきてね、今 SSR の状態で転生してきました。さっきと違うやんかー。最初から何もしない。そして USA キノコが取って先にす違うんだって、これは違うんだ。全部あの土管が悪いんだ。じゃあ次は土管に入らんように端っこで USA を取って上に行こうか。そしてここ上怪しいな。開くんじゃないのかな、このブロックのとこ。こういうのってさ全部怪しく見えるよね。じゃあここは下から突っ込むしかない。そしてこのハテナブロックは鉄球か。じゃあ当たっていっていいんじゃない。多分これが正解だよ。当たるのが正解。あーいっす。キノコいらないって書いてるね。そしてこのハテナ叩いてみようか。すげえ怪しいけど叩いたらどうなる。あらフューチャリングバネー。こういうのって信用しない方がいいよな。バネの下にハテナブロックとか。でもすげえ気になるのよ。この気持ちマジで分かって。じゃあここはバネの上に乗って、あっ足鍛えすぎちゃった。マリそんなに跳躍力がついたんかな。でもそんな君を祝福して。もう無言でやっていいもう疲れちゃった。じゃあここは蹴っていい。そういうことだろ。ダメじゃねえか。今スタートってカロンの甲羅を履いてこいって書いてたよね。え、それいけるんかな。スタートった状態でカロンの甲羅って履くことができるの。あ、できるのか。そしてこの状態で走っていけと。なんか飽きそうだなこのブロック。大丈夫か。ああ、だけどそっちが正解なのえ、なにここ身体級的な。いや全然ずるいよ。刺激が足りない。いやまさか開く方が正解だと思わなかったな。絶対右か左のね下開くと思ったんだけど。じゃあここは四角の悪信用していいのか。もうこんなこと言ったらね、もう叩くしかなくなるんだよね。もう気になっちゃうでしょだってみんな。じゃあ叩いてみようか。あっ叩いていいこともあるもんだね。絶対この鍵正解ルートでしょ。合ってる合ってるやった。このままチェックポイントに取らして。え、ドンとトラストミー、私を信用するなってこと。なんかそんな感じだよね。ドンとトラストだから信用するな。これ多分下いけるよ。絶対いける。期待させんなー。いやここまでは絶対合ってるよね。ここまで一歩通行だもん。だってこっちしかもう行き道ないもん。あ、ここもう一回戻るとかそんなんなんかな。それで行ってみる。ああなるほどね、そういうことか。ここ左信用していいのか。矢印左って書いてるな。矢印を使用しようか。やったーうますぎる。今日なかなか調子いいんじゃないねえ。さあじゃあここで USA キノコを待っておけって感じだったね。でこの USA キノコ取って上に行ったら何かあったっけ。さっき見るの忘れた。こっちなんかありそうなんだけどまあまあいいやろ。これは全然簡単やし。ああ中間ポイントから見えてたんだね、右上の場所。あれさえ見ておけばあんなものに引っかからなかったんだけどな。じゃあここは右押しっぱ右押しっぱで抜けて、ここファイヤーが出ると思うんだよな。絶対そうだよ。なんで叩いて右、いや左左左、俺を優秀不断じゃー。もう迷わない。自分が信用した道を貫いていく。確実に。そして丁寧に進んでいこう。この氷も丁寧に壊していこうか。そして先見えないな。なんか氷ブロックがあるのが見えるよ。あの氷ブロックは溶かすのが不正解。きっとそうだろう。違うね。そういやさ、辛ラーメンって美味しくないなんだいつも突拍子もない言葉が出てくるけど急すぎんだよ。ゲームをやってる最中でゲームに集中せん。でもさ、あの辛ラーメンって食べれる人と食べれない人結構分かれない。辛いからさ。じゃあここのハテナブロックは何、コインか。あっ僕もね前は食べれなかったんだけど、辛ラーメンなんか食べ続けていくうちにめっちゃ好きになったね。あらなんか今 SH 消えたけど、これが正解なんかな。じゃあここはオンオフをしてみる。ザコは引っ込んでる。ここはオンオフをしないで先へ進んでいく。そろそろゴールはまだ近くない。危ないねバネさんよ。乗れないんかい。もうバネと遊んでないで先に進もうか。なんか左のさブロック開くと思ったんだよね。それかドアに入れるみたいな。絶対そんな感じだと思ったんだけど予想外れたね。じゃあここはメットをかぶっていく。かぶる名人だよ。そして上、その前右に行け。右に行けなんでえマジでこれ抜けれないの。いや頼むって。ギリギリでジャンプしたら先に抜けれないから。ガーリックチャーハン。蹴ったら蹴ったでなんか嫌な予感がするんだよな。ここなんか起きる。あリンクが手に入れれるんだね。そしてリンクの爆弾だけ出してっていい。行こう、一緒に爆弾。ラブないのか。じゃあこの扉に入っていけっていう感じでしょう。さあ次は何が待ってる？トラストに信じて。いや、次は信じる。あのフラパンを頼む、矢印。信用していいでしょ。いやめちゃめちゃ運がある。最後の2分の1を外して大事なところでしょ。ここで外したのは本当に痛かったな。じゃあ左が正解ということでゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、実況者に届け、自分が降りる逆そり立つ壁ということで、説明文にですね、このコースを遊んだ者は二度と帰らないという伝説があるそうだ。さああなたは挑戦するかと書いてるんですよ。まあここまでのことを書いちゃったらなかなか難しいんじゃないかな。まだ誰もクリアしてないしね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 まあまあやることはわかるんだよ。逆そり立つ壁って自分が斜めに降りていけっていうことでしょう。ちょっと無言でやってガチで一発クリア目指していいかな。なるほどね、そういう初見殺しを持ってくる感じで。でもさ、この靴があるって分かったんだけど、この靴だったら結構簡単にクリアできちゃうんじゃない？うわ、惜しい。あのガリガリきつそうだね。まあこれで全て分かったね。これで簡単にクリアできると思いません。とりあえずすぐダッシュしていってみようか。これでガリガリのタイミングはうわ、多分ダメだね。今のいけたとしてもガリガリがちょうど右に来てたと思う。だからちょっと待たなきゃいけないんじゃない？ちょっとだけ待ってみようか。で今ちょっと待ったから、これでガリガリのタイミングはこれね、ほんと逆反り立つ壁っていう感じするね。あの反り立ってる部分がすごく邪魔なんだよな。あのガリガリさえなかったら結構簡単にクリアできるんだけどな。あのガリガリが左に行った時に落ちてみようか。ここで落ちてみたら、あーダメか。っていうことは右にガリガリが来た時に落ちたら多分いいんじゃない？攻略法が見えてきました。じゃあ次はガリガリが右に来た時に降りてみようか。それで多分ゴールできるんじゃない？このタイミングでいける。あのよいだ。いや、これ飛ぶタイミングもめっちゃ難しい。ガリガリのタイミングだけじゃないでさ、この靴を浮遊させるタイミングっていうのかな。これがほんとむずっけ。これ見た目は結構簡単そうに見えるでしょ。でもマジでむずいね。いや、次で行きたい。そろそろ行きたいね。右のタイミングでここか。そしてふざけるな。ガチでやっていこう。無言になったらクリアできるっていうことを証明しよう。いや、なかなか珍しい逆反り立つ壁だったんだけど、めちゃめちゃ楽しかったね。このコースね、コース募集でもらったものなんだけど、無事クリアできてよかった。クリア率 0.00% だからめっちゃ焦ってたんだよね。クリアできるか。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。